はい、ではね、プロイマス教団いきたいと思います。広いけど、なんか息苦しいって司が言ってるピ。行くのやだな。まあ、行くけど。乗り込むぜ。は？おいおい、日本語でよろしく。テスクラス、テレッキュービアス、ユーゴー、アレラ、ハッビー、ティー、ウィー、アル、ユー、ダボ。わ、何が一体起きてるの？私が通訳するピン。ついてこいって言ってるピン。ベンジー、お前は何語まで翻訳できるんだ？はぁ、ベンジーがいてよかった。司法官の桃田司と言います。責任者の方は。こちらへどうぞ。そのウサギは何ですか？どうもはじめまして。私が当教団を管理しております大林雄一と言います。なんかイメージと違う。で、今日はどんなご用ですか？はい、競技ですか。実は私、これでも医者をしていました。まあ、研究畑でしたから、医者は名前だけでしたが。ただ、父親が開業医をやっていたので、後を継がなくてはいけなくなりました。で、研究を諦めて、しばらく父の病院を手伝っているときに、何気なく神話の本を手にしたんです。衝撃でしたよ。本当に神様か宇宙人でもなければ無理なようなことが書いてある。それからはいろんな国の神話の本を読み漁りました。そしてそこに書かれてあることが何割かは真実ではないかと、そう思い始めたんです。結局実家に戻ることをやめて神話に関する本を書き始めたんです。そうしたら私に相談事を持ちかけてくる人がたくさんいるんですよ。で、今のような形になったわけです。すっかりやられちまった感じのやつだな。ふぅ、長い説明、眠くなっちゃった。いや、言うほど長くねえぞ、桃田。お前の眠気はやべえな。スイマーがすげえスピード、世界新記録ぐらいのスピードだよ、お前。カズヤさんのこと。あの方は残念でしたね。もう少しで競技を理解してもらえそうだったんですが。は？まあ、間もなく教団に復帰されますから、改めて競技を理解してもらおうと考えています。復帰？それは沖原和也さんがクローンとして蘇ったということですか？ええ、そうです。そうです、断言した。あの方はどうしても死にたくない、そうおっしゃってました。そして私が研究していたことが役に立ちそうだった。そうなればできることは何でもしよう、そういう気にはなりませんか？できること？あなたのできることっていうのは一体何ですか？人の寿命はどうにもなりません。しかし新しい命としてならばどうにかなったんです。そして私なら、いや、教団ならできた。そしてどうにかしたのです。おいおい、どうにかしたの部分は曖昧だな。一回訂正入ってるな。私ならと言いつつ、教団ならと言い直している。見え隠れする感じがあるね。残念ですが、今はまだ。どうしてですか？今はまだ記憶をコピーしていませんので、赤ん坊と同じ状態なんです。記憶のコピー？ブレインコピー擬人というのがいるでしょ。それと同じことをするんです。はあ？それは脳の成長に影響があるんですか？例えば、
まあ発達していない脳、例えば赤ちゃんの脳っていうのはやっぱりどこまでの機能を持っているのか俺はわからないんだけど、脳科学の先生でもなければね、そんな知識はないんだけれど、その赤ちゃんの脳は知らないからできないだけ、まあもちろん、訓練によって言葉とか音とか、発し方とかそういうのをすることによって訓練しできることになるわけだよね。だからそれって動かし方とかを覚える、覚えてるのはどこかって言われたら脳ってことであればね、赤ちゃんでもその脳のデータをインストールしたら赤ちゃんも喋れるってこと。まだ赤ちゃんの場合は喉とか筋肉とかそういった生態、そういうものがまだ成熟していないがためにその実現は不可能なのか。いや妄想だけどね。うん。じゃないとクローンは自分のことがわからないんですよ。それって脳みそが同じじゃないとできないんですか。一般的に、一般的って言われるとちょっとあれか。まあ私も聞いたのであって研究者ではないから、そういう記事では脳の信号は、まあ、電気信号、微弱な電気信号によって、まあ、送られたりしているというふうに言われているわけですよね。今思ったのはクローンとは言うんだけれども、クローンってことは同じ脳みそだから記憶を入れれば同じように定着すると考えているということ。例えばそれは関係なしに脳という機能は今言ったその電気信号などそういったものによってただただ情報のやり取りをする、蓄積した情報をまあね、まあ使っていくという具合であれば、別の人間の脳に別の人間の記憶をインストールするってことは可能なのか。何か拒否反応だったり記憶の食い違いだったり定着しなかったりとかそういうことは起こるんだろうか。分かったような、分からんような。まあなんていうか、ぶっちゃけ全体的にぼやけてたね。さてこれを踏まえて、そうですね、どこへ行くべきか、情報がもらえそうな晴彦さん、ブスみたい。この人はある程度時間経過が進まないと、いや情報収集が進まないと、まあめたく言うとフラグが立たないというそういうことかな。わ、何？沖原和也さんのお宅はこちらですか？ええ、そうですけど、どちらさん？実は…なんやねんな、言いたいことがあるならさっさと言わん…ああ、また映像止まっちゃった、ごめん、一回抜く。そしてすぐ刺す。いやー何が悪いんだろうな、もしかしたらプレイステーションとの相性が悪いのかもしれない。実は僕沖原和也さんの息子なんです。は？え？和也さんは子供は作れない体って言ってたよ。は？勘違いしないでください、財産目当てじゃありません。僕はただ線香の一本もあげさせてもらえれば、それに報告したいこともありますし。これ息子？なんかまあ普通に考えて怪しく感じるよな。まあ既存ではちょっと。そうですか。残念ですが出直してきます。なんか後味悪いかも。
いやでもさ、彼が本当に息子だとしたら、その DNA 的な関係で、重要なキーパーソンになる可能性がかなり高くなるんだよな。うん、ちょっと連れ戻そう。あー、ちょっと待って。え、何ですか？なんか気になって連れ戻した方がいい気がして。ありがとうございます。失礼します。ほう、旦那様。ん？そんなに出んの？え？失礼しました。こちらは？あの、沖原和也さんの息子さんだと言ってるんですが、お紹介したいとおっしゃるので。狭間達也と言います。母から沖原和也さんのことを聞いて一度会いたくて。もちろん構いませんよ。こちらへどうぞ、いらしてください。あ、そうなんですか。こりゃ出かける手間が省けたかも。どうぞお入りください。ありがとうございました。ようやく胸の使いが取れました。いや驚いたよ。君は和也君の若い頃にそっくりだよ。本当の息子っぽいな。ただ整形で顔作ってる可能性も考えられる。むしろ彼がクローンだったりして。え、そうなんですか？私もそう思いますわ。ああ、笠谷さんも子供の頃から和也くんを知っているんだったね。本当に旦那様が生き返ったようで。先日、母が亡くなったんです。まあ、それはお気の毒ね。いえ、前から病気がちでしたので、ようやく楽になれたんだと思うようにしてますから。いつから病気がちなんだろう。子供ができないって言ってたのにな。何らかの病気で子供ができない体になってしまった、途中からなってしまったのか。話を続けてよ。はい。母が死ぬ間際になって父のことをようやく話してくれたんです。証拠は？ここに母が父からもらったという写真があります。これは証拠にはなりませんか？ほう。写真だけじゃな。なんかこう、誰が見ても納得できるものがないと。そうなんですよね。でもこれしかないんですよ。まあ父親が写っているものがってことな。でも私は信じますよ。本当に旦那様の若い頃にそっくり。私も信じたいが、今の状況では簡単に信じることはできないな。慎重春彦、お前は慎重だ。いいぞ。証拠でもう一個あったよね。あれ？なぜ今頃？なぜ今頃を見たのか。母が亡くなったので、せめてそのことを報告しようと今まで探してたんです。あとできれば一度会って話をしてみたかった。そういうこともありました。タイミングが良すぎるっていうかな。この写真だけです。
この写真。これじゃあ証拠にならんな。お母さんと父親と思われる人が一緒に写ってる写真、まあそれが夫婦かって言われたら別にね、付き合ってる恋人同士の写真かもしれない。まあそれは分かんねえか、結局どれでも同じか。そこに君は写っていないんだよな。確かにこれだけではな、似ているだけで親子と決めることもできんしな。そうな、整形っていう可能性もある。むしろお前自体が本当にクローンかもしれん。でもクローンであったとして、まあ2つ考えられるのは、死ぬ前の記憶をそのままコピーして演じている、もしくはコピーしたが失敗している。ちょっと待てよ、クローンを作ったってことは外側が出来上がったんで、別の脳の記憶をインストールすることによって別の人間を作り上げたということになる。クローンということは DNA 的にも一致する可能性は高いのか。しかしあのうさんくさい連中よりは君の方が信用できるな。うさんくさい連中？どういうことです？実はということなんです。はい、点二つだけで全てを語る。なるほど、僕には何もできませんけど、何かあれば。その時はよろしくお願いします。大学生の時に知り合ったそうです。母は当時から病気がちだったんですが、何度も見舞いに来てくれるうちに。3年ほど付き合って結婚の話も出たそうなんです。でも結局のところ母が身を引いたそうです。理由は分かりませんが。そうだな、考えられる理由は病気だね。病気がちで自分が負担になると思ったのかもしれない。で、もう一つは、この父親は先代もこの豪邸に住んでいたってことは、昔からお坊ちゃんだったんだよな。その身分の違いもあって引け目を感じて、私はふさわしくない、だから身を引こうって、まあ、言わなかったんだけれども、もう彼にはね。でも、私ではいけない、あなたは別の人と幸せになってほしい、私は病気がちだし、もしかしたら先短いかもしれない、なので私は身を引くわって引いた後に子供ができたことが発覚するとかね。もしくは子供ができたので身を引いた、子供ができて身を引く理由はなんだ、お家柄かな。難しいとこだ。いりませんよ、僕はただ母が亡くなったことを伝えたかっただけです。それにもう僕も働いてますからね、それなりに暮らせていますから、財産に関しては興味ないです。え？あ、そうだ、これを受け取っていただけますか。あ、また画面止まっちゃった。本当相性悪いんだな。そうか、帰ってきた。ちょっと USB を揺らしたらすぐ帰ってこと来た。ほんと接触悪いんだな。じゃあはい、映像再開。これは今遺発なのかな、紙が出たよね。母の遺発です。形見になるようなものが何もなくて、こういうものになりましたけど。わかりました、確かにお預かりします。ちょっと脱線するけど、個人的に不思議なのは、遺発っていうのはさ、なんていうか特別なものだよね。その個人のことを思い出したりとか思ったりとか、その人は
生きていたっていう、そういったなんかこう思いがあるようなねものなんだけど、一方でホラーの世界では髪の毛ってやたら気持ち悪くないですかね。え、遺髪ってことは亡くなった人の髪の毛ですよ。死が関係しているんですよ、すぐそばに。にもかかわらず遺髪に関してはそういう、まあ怖いって感じる人もいるかもしれないけれど、ちょっと特別な扱いをされている。でもよくわからない髪の毛に関しては恐怖を感じるっていう、なんかすごい同じ髪の毛なのに全然違う印象を持つっていうのはなんだろうね、シチュエーションとかなんだろうか。実はこちらからもお渡ししたいものがあるんですが。え？こちらが旦那様の遺髪になります。受け取ってもいいんですか？ぜひ受け取ってください。ありがとうございます。母の墓前に備えさせてもらいます。これ互いの遺髪が存在するということは、亡くなってしまったけれども DNA 鑑定に使えるんじゃないのか。ハルヒコ行くか。ちょっとヴェルコーポっていうのは気になる。これ今の彼の住んでいる場所かもしれないね。まあでもちょっとハルヒコ行くわ。豪邸だピー。一人で住んでいるのがもったいないピー。行ってきます。留守みたい。さっきいたやんじゃあヴェルコーポ行ってみようか。綺麗じゃない。じゃあ行こっかな。こんにちはなんか豪邸の時とテンション違くない、桃田。ああどうもこんにちは。何かご両親について分かったこととかありますか？いやそれが何もなくて、何かあったらご連絡しますよ。じゃあご連絡をお待ちしていますね。あのぶしつけですが、ご自宅にそうですね遺灰とかそういったものございますか？じゃあもう一回春彦行くわ。謎の男性も出てきたことだし。ハルヒコ何を考えているのかちょっと気になるね。留守みたい。いつも言えな。これ何してる人なんだろう。なんか会社の経営とかでもしてるんだろうか。そうなるとフロマイス教団かな。で今日はどんなご用ですか？うわあまた同じか。カズヤさんのこと。あの方は残念でしたね。ダメだ、まあ、同じだ。まもなく教団に復帰されますから。役に立たんか。一回事務所帰るか。よし。ただいま。おやおかえり。調査状況はどうじゃ？それがというわけで。なんと息子さんが。まだ本当かどうかはわからないんですけどね。そうじゃな。うん、そうじゃなだよな。ちょっと待ってね、今映像が2つに、今3つ目かな、3つに分かれちゃってるんで、トータルのもう20分も行ってたのか。
はい、じゃあちょっと一旦ね、ここで切りたいと思います。